佐沢川は、長崎県北部の北松浦半島南西部を西へ流れ、99島を2分する佐沢浦に早速に急河川である。流域は佐世保市、北松浦郡佐沢町に属するが、支流、福井川の一部は佐世保市へ向え町にも属する。長崎県の河川では、流路延長1位、流域面積2位であったが、流路延長2位だった本名川の河口に、 諫早湾管卓町聖地が作られて本名側の河川規模が拡大されたため、2008年度以降は、流路延長、流域面積とも2位となった。流路は断層に沿って緩やかな弧を描き、それに多くの支流が合流する。また、流域は、笹谷とも称される。北松浦半島中央部の国見山勢六を水源とし、栗木峠からまず北西へ流れる。 源流部は険しい谷だが、ほどなく、設チ場ル地区中心部の盆地に入る。茶畑や、水田の間を西へ流れながら、南谷川、龍の市川、上野原川、北川内川などの支流が合流する。また、流路に沿って、長崎県道54号、栗木吉井線が並走する。中流の吉井地区では、右岸から福井川が合流し、その後は、次第に、 南西へ流れを変えて、佐々町域へ入る。右岸には、小高い丘陵地が広がるが、左岸は、右岸よりも、比較的なだらかで、住宅地や田畑が多い。下流域には小規模ながら中石平野が広がり、右岸は、佐世保市小佐座麻子地区、左岸は、佐佐町及び、佐世保市愛浦地区となる。河口にかかる、見返り橋の下流で佐岸から木場川が合流する。 河口は川幅300メートルほどの湾になっていて、サザウラと呼ばれる。九十九島はこの河口を境に、南九十九島、北九十九島に分けられる。流域は茶畑や水田が多い。下流では漢文、遠方年間に平戸藩主、松浦重信の命により神殿開発が行われた。また、江戸中期から昭和中期までは、 流域の北松丹田で石炭採掘が行われていた。河口の佐々浦には昭和初期まで渡し場があり、佐岩の佐々港は石炭の積み出し港でもあった。現在は漁船の船だまりのかに九州電力、愛浦火力発電所など工業用地としても利用されている。ありがとうございます。